スペースハリアーは1985年にセガエンタープライゼスが発売したアーケードゲームである。ジャンルは疑似 3D シューティングゲーム。公式略称はスペハリ。開発者は鈴木弘。ハングオンに続くセガの体感ゲームシリーズ第2弾。可動機構を備えたローリングタイプと可動機構のないシットダウンタイプがある。ローリングタイプはプレイヤーが操縦桿を操作をすると筐体全体が機械仕掛けによりダイナミックに稼働する。映像的には発色数32000色による鮮やかな画面やメイン CPU に MC68000 を2個。サブ CPU に Z80 を搭載し巨大なキャラクターを表示できる圧倒的なハードスペックを使い、地平の 3D 表現、多重スクロール、高速スクロールなどの高いプログラミング技術を導入、ゲームの技術進化を率先して取り入れたものとなっている。サウンドはヤマハの音源チップ YM2203 を駆使し、PCM によるベース、ドラムスを加えた BGM を取り入れている。アーケード版が登場して以来、多くのパソコンやコンシューマー機器用ソフトとして移植され、アレンジ制作や販売もされている。操縦桿で主人公、ハリアーを操作し、発射ボタンで弾を撃ち、全18ステージで構成される幻想的な異世界で敵や障害物などを破壊したり避けながら突き進む。遥かな宇宙の果てにある平和なドラゴンランドは、凶悪な魔生物の襲撃により、今や魔生物や破壊マシーンの巣窟と化していた。ドラゴンランドの守護竜、ユーライアからの救援の声をキャッチした若き超能力戦士ハリアーは、ドラゴンランドの危機を救うべく、ショットガンを手に単身、ドラゴンランドへと突入していったのである。全18ステージのうち、5と12はボーナスステージとなり、ユーライアにハリアーが飛び乗って、障害物を破壊して、壊した数によってボーナス点が入るようになっている。敵キャラクターは浮遊岩石を除いて出現した瞬間にそれぞれ固有の効果音を出すのが特徴で、例えばムカデンスの場合は独特の電子音を発する。破壊不可能なものにはハリアーの撃った弾が当たると弾き返される。ステージ最後にはボスが待ち受ける。ステージ1、2、3、8、11、14、15、17のボスは倒さないと先には進めず、また、ステージ17のボス以外は最終ステージにも再登場する。永久パターン方式として、ステージ4、6、7、9、10、13、16のボスは一定時間が過ぎると逃亡し、その他のボスは吐く、炎弾が速くなり、最後は回避ができないほどに弾のスピードが上がる。一部の機種版は、社名がセガゲームスだった時期にリリースされているが、現的な記述は略した。セガを代表するゲームとして後述するパソコンも含めて、数多くの機種に移植がなされている。以下に各機種版の特徴を解説。雑誌掲載を除けば、国内のパソコン機種への移植は、マイコンソフトが手掛けていた。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは 7.78.6 で合計28点、マルカチ PC エンジンでは 7.79.6 の合計29点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており 22.72 点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で105位となっている。同雑誌1993年10月号特別付録の PC エンジンオールカタログ93では PC エンジン版も業務用のボスキャラやボーナスステージを忠実に再現していると紹介されている。ファミコン通信のクロスレビューでは23点ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており 18.01 点となっている。また、同雑誌1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログでは少しキャラの動きが遅いのが欠点かもと紹介されている。メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており 23.1 点となっている。ありがとうございます。